しようかしら。やだ、生徒にため息ついてるところ見られちゃった。先生なのにみっともないわよね。今のは見なかったことにしてくれると嬉しいな。でも君の言う通り、実は困っていることがあるの。誰を頼っていいかもわからなくて。そうだ、君ならぴったりかも。ねえ、週末は暇？ちょっとお願いを聞いてくれると。あ、でも先生なのに休日に男子生徒と二人で行くなんていけないことのような気がするわ。ううん、これは先生として生徒たちのためにすることなんだから大丈夫よね。なんでもない。それで先生のお願い聞いてくれる？やった、ありがとう。それじゃあ週末は私と一緒に海に行こうね。うん、楽しみにしてるから。遅刻は厳禁よ。お待たせ。ごめんね、待ち合わせ時間には間に合ったけど少し待たせちゃったかしら。いろいろ準備に時間がかかっちゃって。君は遅刻しないで来たみたいで偉いわ。え？いきなり？待ちなさい。水に入る前はちゃんと準備運動をしなきゃダメよ。足がつって溺れたりしたら大変だもの。目の前で生徒がそんなことになったら私。でももし君が溺れたりした時はちゃんと人工呼吸で助けるからね。人工呼吸っていうのは口づけをして相手に息を吹き込むことよ。そうすれば溺れて止まった呼吸も元に戻るから。キスはしたことないけど、お人形さん相手に講習を受けたことはあるからきっとできるはず。それに人工呼吸は人工呼吸よ。ファーストキスにはカウントされないから。とにかくそうならないように私と一緒にしっかり準備運動しましょう。1、2、3、4。あ、こら、そんなんじゃ全然ダメ。ちゃんと筋を伸ばさなきゃ準備運動にならないよ。教えてあげる。ほら、こうやって、うん、急に顔が真っ赤になったね。なんだ、もう体は温まってて準備万端だったのね。って、まだダメよ。確かに準備運動はしたけど、それでもまだなの。いきなり海に入ったりすると体がびっくりして危ないんだから。最悪の場合心臓が止まっちゃうこともあるんだよ。だからまずは波打ち際でのんびり遊びましょう。ゆっくり海水の温度を体に慣れさせなきゃ。えい、それ、バシャバシャバシャ。冷たくて気持ちいいわ。そろそろ水の温度に慣れたみたいだし、それじゃいよいよ今日の本題に入りましょうか。キョトンとしてどうかしたの？もしかして今日どうして海に来たのかちゃんと言ってなかったかしら。ごめんね。私ったら君と海に来られるってことに満足しちゃってたみたい。遅くなっちゃったけど今から説明するわね。あのね、もうすぐ夏休みじゃない？それで家族やお友達と海に出かける生徒たちがいっぱいいると思うの。でもうちのクラスって美咲ちゃんとか泳げない子が多いから、夏休みに入るまでに泳ぎを教えてあげたいって思ったの。でも一つだけ問題があってね。
実は私も泳げないの。みんなには内緒よ。小さい頃から苦手で、浮くのはいいんだけど、どうしても前に進まなくて。学生時代に友達とこうして海に来たこともあまりなかったの。だから泳ぐ練習をしたいと思ってたんだけど、一人じゃ怖くて誰かに付き合ってもらおうと君にお願いしたってわけなの。というわけで今日は頼りにして。君も泳げないの？そんなに胸を張って言わないでよ。でも泳げなくても手伝うことはできるって。確かに手を引っ張ってもらえばバタ足の練習くらいならできるわよね。じゃあ改めてお願いするわね。腰まで海に浸かるなんてドキドキするわ。自分の生徒に泳ぐ練習を付き合ってもらうなんて、いつもとは逆の立場でなんだか変な感じよね。それじゃあ泳いでみるから手を離さないでね。行くよ。どうだった？ちゃんと泳げてたかな？全然進んでなかった？大人になったし、いつの間にか泳げるようになってるんじゃないかってこっそり期待してたんだけどな。泳げない君の見本にもならなきゃだし、頑張って練習して今日中に泳げるようになっちゃうんだから。じゃあもう一回行くよ。足を触られたわ。いや、どっか行って。慌てて足を動かしたら今度は絡みついてきたわ。とってもヌメヌメしてる。これってもしかして海底人の仕業かも。海水浴を楽しみに来た人たちの足を掴んで海に引きずり込み、海底都市に連れ帰って食べるのよ。水の中を覗き込んで様子を見てくれる？ああ、早く助けて！あ、私の足どうなってた？海底人はどんな顔だった？え？ワカメが絡まっていただけ？よかった。本当に海底人だったらどうしようってドキドキしてたの。海底人なんているわけないって分かってるけど、危機感を煽れば君が急いで助けてくれるかなって思ったの。ああ、動かせば動かすほど絡まっちゃうみたい。また潜って取り除いてくれる？もう一歩も動けないの。お願いね。海でも何かに絡まっちゃうなんて思わなかったけど、ただのワカメで安心したわ。足に当たったの、君の顔だったの？もしかして蹴っちゃった？ごめんね。くすぐったくてつい。痛くなかった？先生によく顔を見せてみて。うん、なんともなさそう。やっぱり男の子は頑丈ね。あは今蹴っちゃった勢いでワカメも取れたみたい。また今日も君に助けてもらっちゃった。ありがとう。まるで先生と生徒の立場が逆転したみたいね。
私の体をジロジロ見てどうしたの？え？まだワカメがついてるの？どこかしら。ああ、見つからないわ。きっと自分じゃ見えないところについているのね。わからないから、また取ってくれるかしら。ん？どうして手が止まってるの？さっきは取ってくれたじゃない。意地悪しないでよ。これじゃ全然練習にならないよ。泳げるようになるのって大変なのね。溺れたらどうしようって不安になるもの。でも今日は君と一緒だからなのか、さっきは不思議と平気だったわ。水に潜っても怖くないなんて、こんなの初めてよ。それどころかちょっとワクワクしたの。今日の目的は泳げるようになることなんだけど、なんだか広大な海に挑戦って感じの気分になってきちゃった。せっかく海に来たんだし、ちょっとくらい遊んでもいいわよね。と言ってもすぐに泳いで遊べるようになるわけでもないし、どうしようかしら。ん？キョロキョロしてどうしたの？海の家に何かあるの？あれは二人乗りの浮き輪？そうね、あれに乗れば一緒に大航海が楽しめるわね。そうと決まれば早速買っちゃおう。ふう、二人乗りの浮き輪だから大きくて膨らませるのが大変だわ。もう少しで完成するから、あとはお願いしてもいい？ありがとう。はい、じゃあ精一杯膨らましてね。ふーって。うん、よく頑張りました。これでバッチリ完成ね。じゃあ浮き輪に乗って出航しよっか。先頭は君に任せたわ。泳げなくたって大航海はできるんだから。きっと海に潜ればいろんな色をしたお魚さんたちがいっぱい泳いでいて、すごく綺麗なんだろうけど、でもこれはこれで楽しいわね。泳げなくても海を楽しめるって学んじゃった。ん？何？ちょっとはしゃぎすぎ？楽しくってついこぎすぎちゃったかも。そういう君だって楽しそうにしてたじゃない。そんなにビーチから離れてないし、浮き輪に乗ってるから怖がらなくて大丈夫よ。けど泳げない私たちにとってはすごいことかもしれないわよね。まさかこんなにも大航海できるなんて夢にも思わなかったわ。こうして広い海に二人きりで浮かんでいると、まるでこの世界に私たちだけになっちゃったみたいで、なんだかロマンチックね。私と二人でこのまま行けるところまで行っちゃおうか、なんちゃって。でもあんまり沖に出ちゃうと潮に流されて危ないから、浅瀬まで戻ろっか。このまま漂流するなんて。ねえ、あれってもしかして。前に見えるのって魔物さんの背びれだわ。食べられちゃう。暴れないでって言われても怖いんだもん。ああ、先生なのに泳げなくてごめんなさい。みんなの見本になれるようにちゃんと練習するから食べないで。こんな時に落ち着いてって
って言われてもそんなの無理。なんでそんなに君は冷静なのよ。だから落ち着くなんて。本当だ、君の言う通り海面に突き出している岩場だったわ。慌てていたから魔物さんの背びれと見間違えちゃったのね。ちょっと先生らしくなかったかしら。さっきからなんだか恥ずかしいところばかり見られてるわ。コホン、気を取り直して、やっぱり波打ち際でゆっくり遊びましょう。あら、ここまで泳いできたのと今暴れちゃったせいでもう足がガクガクして動かないわ。波に押し返されて進まないの。このままじゃ本当に漂流しちゃう。わあ、早い。君一人でこんなに早く進めるなんて、どこにこんな元気を隠してたのかしら。やっぱり男の子ね、頼りになるわ。もし本当に世界に私たちだけになっちゃっても、君と一緒ならどんなことが起きても平気かもね。先生なのに君にばかり頼りすぎかな。ううん、なんでもない。さあ頑張ってこいで。プレープレー。ようやくビーチまで帰ってこられたわ。漂流しなかったのは君のおかげね。一生懸命浮き輪で漕いでくれたからきっとヘトヘトよね。ちょっと休みましょうか。私がご馳走するわね。すみません。はい、いらっしゃい。このおすすめの特製トロピカルジュースを2つお願いします。ああ、悪いね、お姉さん。実はフルーツの在庫が切れて人数分作れないんだよ。そんな。でもあと一つ分だけの材料はあるから、彼氏さんとシェアでよければ作れるよ。彼氏だなんて、私たちそんなんじゃ。なんだ、やめとくかい。お兄さんはどうだい、飲みたいだろ、このおすすめの特製トロピカルジュースを。ほら、先生の話はちゃんと聞くって約束でしょ。でもさっきは君のおかげでビーチまで戻ってこられたんだし、カップルみたいなことしちゃうけど仕方ないわよね。よし、決まりだな。はい、お待ちどうさん。ストローは2本刺してあるから仲良く飲むんだよ。ごゆっくり。素敵なジュースね。で、だから私たちそんなんじゃなくて、先生と生徒なのに。君も何か言ってよ。大変そうだったわ。どうぞ先に飲んでちょうだい。こら、ちょっと飲みすぎよ。喉が渇いてるのはわかるけど、私の分がなくなっちゃうじゃない。こうなったら私だって、とっても美味しい濃厚な味ね。そうよね、新鮮なフルーツを使ってるって言ってたし、自然そのままの味に近い気がするわ。これこそ夏の飲み物だね。ってつい一緒に飲んじゃったわ。でも本当に美味しいからもう我慢できないかも。一つしかないから二人で一緒に味わいましょう。
また飲みすぎたら怒るからね。おいしかった。元気回復。さてと、第3ラウンドの開始。今度こそちゃんと泳ぐ練習をしなきゃよね。今日は楽しかったね。そろそろ帰ろうか。うん、こんな時間だもんね。いっぱい遊んじゃった。え、大変、いつの間に夕方になっていたの。名残惜しいけど大満足の一日だったわ。泳げるようにはならなかったけど、今日は君といっぱい遊べたから。あ、ジュースの容器を返却してくるからちょっと待っててね。こんなに海ではしゃいだのっていつ以来かしら。水着を着るのも久しぶりだったな。実は思い切って今日のために新調しちゃったし、先生なのに浮かれてちゃいけないかなって。なんだか恥ずかしかったから彼には言えなかったけど、似合ってたかな。ごちそうさまでした。ああ、お姉さんか。返却どうも。一つしか出せなくてごめんな。いいえ、とっても美味しかったです。そりゃよかった。それで今日は楽しいデートはできたかい。もうだから。でも彼のおかげで今日はすごく楽しかったです。私だけはしゃぎっぱなしって感じだったから、何かお礼したいくらい。でも私泳げないし、海のこともあまり知らないし、どうしようかしら。おお、それならちょうどいいことがあるよ。帰りが少し遅くなってしまうかもしれないけど、お姉さんたちにぴったりだと思うことがあるから。お待たせ。海の家の店主さんとちょっと喋り込んじゃって遅くなっちゃった。あとちょっとだけ付き合ってほしいな。ね、お願い。やった、ありがとう。あれ、でもなんだか不安そうな顔ね。先生の言うことが信用できないのかしら。安心して、君にご褒美をあげたいの。学校じゃ渡すことができない今日限定の特別なご褒美。悪いようにはしないんだから。よいしょっと。君も座って。うん、目を閉じて。あ、いいよ、目を開けて。どう、とっても綺麗でしょ。すごく驚いたって顔をしているわね。今日一日付き合ってくれたお礼にと思って、この景色を君に見せたかったの。実は私も初めて見たんだ。こんなにも綺麗だなんて思ってた以上だわ。どうして光っているかわかる？学校じゃまだだいぶ先に教えることになるんだけど、海の中にいる夜光虫っていう。ううん、なんでもない。先生っぽいこと言うのは今はやめておくわね。あのね、今日はとっても楽しかったわ。こうして男の子と二人っきりで海に行くなんて初めてのことだったし、学生の頃からずっと憧れていたの。君といるのがあんまり楽しくて、先生と生徒だっていうことをつい忘れちゃいそうになるくらいだったのよ。最初は泳ぎの練習に来たはずなのにね。君はどうだった？今日は楽しかったかしら。楽しんだのは私だけじゃなかったらいいんだけど、今日こうして海で遊んだりしたことは先生と。うん、
私と君とだけの秘密だからね。海の光が収まっちゃった。なんてね、今の話は忘れて。これからはいつも以上にビシバシ行くんだから覚悟しておいてね。こんな時間まで生徒を外に連れ出すなんて先生失格かしら。それに君も不良生徒ね。なんてね。うう、夏とはいえ夜になるとちょっと冷えるわね。そろそろ帰りましょうか。あれ、また海が光り始めたのかしら。でもさっきと色が違うような。それにこの光は前にも見たことがあるわ。って、せっかくの週末なのに学校に来てもらっちゃってごめんね。プール掃除の期限が今日までなのをすっかり忘れてて、他に手伝ってくれる人がいなくて困ってたところだったの。さ、頑張ろう。すぐに着替えてくるね。お待たせー。お？だって洋服着てたってどうせびしょびしょに濡れちゃうじゃない。それにこの方が動きやすいし。さあどんどん行こう。汗だくになっちゃった。でも見て、ピッカピカ。プールの水も溜まってきたね。うん、冷たくて気持ちいいよ。えい、かけちゃえ。びっくりしすぎだよ。それ楽しそうね。でも遠慮しておくわ。私、泳げないの。なんで泳げないのに水泳部の顧問をやってるのかって。だって一年中プールに入ってられるなんて楽しそうじゃない。それに頼まれたら断れなくなっちゃって。ああ、泳げないのに水泳部の顧問って問題あるんじゃって思っていそうな顔ね。そんなことないもん。生意気なこと言うならこうだ。えい、バシャバシャ。先生に勝とうなんて10年早いって。嘘、溺れちゃった。どうしよう。あ、もうやったわね。こっちだって手加減しないんだから。それバシャバシャ。はい、お疲れ。競泳水着ってまた違ったいやらしさがあるわよね。ところで何鼻の下伸ばしてんのよ。あんたそんなに大きいのが良かったっけ。記憶がなくてもそういうところは男の本能ってやつなのね。まったく、どうしたらあんなスタイルになれるのかしら。ま、こんなところでぐちぐち言っても仕方ないわね。外見では勝ち目はないかもしれないけど、ハートの大きさならいい勝負できるはずだし、負け惜しみじゃないってば。はいはい、もういいからとっとと帰りなさい。やだ、いつの間に寝ちゃったのかしら。君とずっと遊んでいる夢を見たような。夜風に当たりすぎちゃったかしら。夏休みの前に風邪なんてひいたらいけないわよ。冷えないようにしなきゃ。うん、
これで少しは暖かくなったかな。あれ、そんなに顔を真っ赤にして、もしかして熱？大変。